小児獣の検証費と特用等大阪府三島郡、島本町小児獣五ろから千二百二年頃は、平安時代後期から鎌倉時代にかけての女流家人。女房三十六家善の一人。岩清水、八和田郡五国寺別党後生の娘。母は小太臣。太子皇太后、藤原マスの女房として出資したため、太子皇太后郡小児獣あるいは、大宮小児獣と呼ばれ、 また、平家物語等に記されたエピソードから、松代の正辞獣として知られる。源平清水記では、高倉天皇の在位中は、阿波の壺根と名乗っていたとする。女房として二条天皇、太子皇太后を足し、高倉天皇に出資、1179年に出家した後、再び足子に出資した。この間に、多数の和歌を読み、鹿州である、 ふとし交代をお生児重集生児重集および、潜在和歌集以降の直線集その他詩戦集等に作品を残している。1200年に、後鳥場院の求めにより、生児二年初の百種のために延伸した歌に、月の日八十の秋を見ぬ話を覚えぬものをかかる、光は、生児二年初の百種2五5 1とあることから、1200年頃に80歳で、あったと推定され、 翌1201年12月28日、岩清水社迦号を最後に消息が途絶えている。墓所について、岩清水氏関係図には、奮闘、樽遺罪の云々とあるが、現在は不明である。待つ、酔いの吹けゆく金の声聞けばあかぬかれの鳥は、物川、平家物語第42区、月見、南無や串連玉前夜中にありわずらふも病ならずや、原平清水器巻き、 第17チラヌマはいざこの元に旅寝して、花に慣れにしみともしのばむ、360番歌合わせ。ありがとうございます。